今日だったんだみたいな時あるよね。へえ。会社で表彰されました。表彰されたいとか思っていたわけではないですが、結果がついてくるときって自分では意外と自覚ないものなんでしょうか。うん、ものによるけどね。どうだろうね。積み重ねがうまく実ったときだったりとか、いつの間にか力がついてたときとかって、あ、おう、今日だったんだみたいなときあるよね。俺も日本一になったとき、そうだったね。今日か、足りてたんだって思うんだよね。ずっと足りねえ足りねえと思って毎日トレーニングしていくから、足りねえんだ、まだあいつに勝てないかもしれない、もっと必要だってわーってトレーニングしていくんだよ。勝った時にうわー足りてた今日かって思うんだよねいいよねあれね、最高だよね。人生のなんかモチベーションがグンって上がる瞬間だよね。ハム太郎、いろんな動物と戦ってる武井さんですが、逆にライオンと仲良くなる方法を教えてください。